皆さんこんばんは。今日から始まります大山さなのまさなビーのナビゲーターの大山さなです。この番組は私が埼玉をお散歩して皆様に紹介したり、あとは企画コーナーをやったり、あとショートドラマなどをお届けする番組です。今月ご紹介する街は川越です。都心から1時間以内で行ける観光地なので、埼玉の皆様もよく行かれるんじゃないでしょうか。ということで、その別名小江戸と呼ばれる街並みを女優の一恵ちゃんとご紹介したいと思います。行ってきます。ということで、まさなび9、まさなび。さて、川越に到着しました。私川越来たことがなくて、ちょっと今日初めてなので、とてもこのロケが楽しみです。おーやったー。とても、あ、一恵ちゃんどうしたの？どうしたのじゃないですよ。皆さん、はじめまして、一恵と申します。一恵ちゃんね。いきなり挨拶しちゃった。急にどうしたの？急にどうしたのじゃないですよ。ちょっと冷たいですね、私ね。一恵ちゃんとね、一緒に。そうなんです、今日から道ブラしまーす。一緒させていただきます。仲良くやっていきたいと思います。仲良くしてくださいね。よろしくお願いします。お願いします。一恵ちゃんは来たことある？実は初めてなんです。だからすごくワクワクしてます。なんかすごい鯉のぼりとか石畳もいい感じで、ね、すごい素敵な街ですよね。食べ歩きもしたい。あ、いいですね。着物着たりとか、はい、それしてレンタルして歩きたい。いいですね。着物着て街ブラってすごく良くないですか？ちょっとじゃあ探して。え、私が探すんですか？わかりました。じゃあちょっと探してきます。はい、あったえ、ちょっと待って、大家さん待ってください。着物レンタルのゆず屋さんにやってきました。ということで、着物に着替えて街ブラに出かけたいと思います。よっしゃ、行ってきます。行ってきます。わー、可愛いですよ。子供用だよ、それ。そうなんですか。可愛いですね。これちょっと私服っぽくない？あ、本当ですね。可愛い。私のですか？うん、確かに今日のじゃあこれはやめます。これはなしで。はい、私も一目惚れ、これ早くないですか？一目惚れ、一目惚れした。一番大きな声が出てましたよ、今。え、すごい。一瞬で見たんですからね。これがいいなって。え、かわいい。え、私もそれがいいです。え、やだ取られた。ちょっと待ってください。え、何歳？え、私、急に私24歳になります。私27、年上だから。そうです、はい、すいません。はい、ではそうですね。大家さんってなんか真逆の色がいいな。赤でしょ。赤だったら。そうだよね。なんかさ、かぶるのとか嫌って言ってたもんね。はい、ちょっと嫌なんです。あ、ちょっと待ってください。これ人と同じは嫌。そうなんです。人と違う。これ良くないですか？あ、いい。青が真逆、なんか漫才コンビみたい。これだけ見るとね。良くないですか？いいいいいい。この二人はこのなんだろう、セットで行きたいと思います。はい、出来上がりを楽しみにしててください。じゃあ帯ですよね。帯を選んでいただきたいんですけれども、はい、こちらのじゃあ青いお着物の方はどんな色がいいですか？こちらが浴衣に使っているような半幅帯なんですけど、鮮やか、鮮やか、黄色も可愛いんだけれどもね、うん、どう思います？え、可愛いけど、なんか一恵ちゃんっぽくない？オレンジだ、オレンジ。わかんない。オレンジ色。あ、オレンジいいじゃん。あ、でもオレンジ合ってるかもしれないです。ここね、オレンジお花が一緒だからいい。可愛いかもしれない。じゃあ私これにします。いいですか？即決。パッと見はこれとこれで迷ってます。これとこれ。あ、可愛い。青も可愛いですけど、と白がとってもすっきりして綺麗だと思うけど、じゃあ白で。いいですか？はい、はい、いいですか？白に決定。はい、完成しました。はい、どうですか？どうでしょうか？いい感じですね。あれなんですね、大家さんは名古屋帯なんですね。あ、そうなんです、名古屋帯です。
私は半幅帯を選んだので、すごい、いちえちゃんの後ろがすごくないですか。すごい、自分では分かんないんですけど、どうやってやってるかほどいて調べてみてもいい？すごいですよね。いや、ほどかないです。いいですか？やだ。でも可愛いですよね、これも。これ可愛い、ここ、ね、黄色で鮮やかで、お花もつけてもらいました。私もつけてもらいました。着物に着替えたということで、早速街ブラに行きましょうか。お腹が空きました。私もお腹空きました。なんかちょっとあっちからいい匂いが、なんだろうこれ。ちょっと待って、大家さん待ってください。マサナビ埼玉魂。え、大家さん本当何やるんですか。うん、何したい。いや全力ですよね、もちろん。うん、でもさ、はい、2分あんのよ。2分。うん、20秒じゃないですか。あのね、はい、テレタマから2分。いやちょっと待ってよ、マジで兄さん待ってよ。マトはね、あれ T シャツヨレヨレだよ、それにしても個人的なこと言われても、うん、僕も困っちゃいます、うん、あ、タイガーさんいいこと思いつきました。テレタマの T シャツ買ってください。いや、あれも衣装だったんですよ、実は。あ、うん、じゃあいいよ、頼んで。え、本当ですか。埼玉魂。なんで2着あんの。でねえ、違うんですか。え、違うんですか。俺、いや、やりましょうって。いや、やだよ。やりましょうって。いや、ほんと嫌だって。じゃあ何勝負しましょう。えやらないですか。番組盛り上がりますよ。わかった。いいっすか。うん、じゃあやろう。じゃあやりましょうか。埼玉魂男全力一発勝負。はい、ルールは至って簡単。このトマトを食べてあそこのバナナを先に取ったの勝ち。名付けてバナナフラッグ。いきますよ、大河さん、よーいスタート。ディレクターに二言はないですから。はい、もう終わります。すいません。ということで、はい、来週よりこの2人でお届けしてまいりたいと思っております。はい、お願いします。もう時間もそろそろだからね。そうですね。それでは早速、そう、次ドラマのコーナーだから。そうですよ、はい、早速それじゃあ2人の共同作業早速まいりたいと思います。はい、行きましょう。マサドレキリン、マサナビ。また心機臭いオーラまとってんね。ん？マリー、今日は何？バイト先の爽やかくんがメール返信くれないのがそんなに不安？それともせっかく名前つけた駅前のペットショップの猫ちゃんが飼われちゃったのがショック？なんだっけ？猫川くんだっけ？猫山くんだもん。そうだった。猫山くんのことは確かにショックだけど、梶谷くんは最近忙しいって知ってるから別に大丈夫だもん。っていうか、人が相談したことそんな大声で喋らないでよね。大丈夫だって、誰もいないし、大した内容じゃないし。私は真面目に相談したんだよ。もう分かってるって。だから私だって真面目に答えたでしょ。うん。目には目を、歯には歯を、愛には愛、悪意には悪意、真面目さには真面目さ。これが私の、うん、人間の本質。人は鏡なんだよ。そんなスケールの大きな話はしてないんだけど。でもさ、春菜、あんたの悪い癖だよ。え？春菜さ、悩み事とか全部恥ずかしいことだって思ってるでしょ。恥ずかしいことだから人に聞かれたくないし相談もできない。そんなことないよ。だけどね、みんな同じだったりすんだよね。ほら、授業中にね、ちょっとよくわかんないことあって、でもこんなことみんなの前で聞くなんて恥ずかしいなんて思ってたら、周りの子もみんなそう思ってたみたいで、で別の子が質問をしてそれで解決したってことあったでしょ。うん。自分がわかんないことって案外みんなわかってなかったりするんだよ。それなのに勝手に恥ずかしがって、
全部隠しちゃったりする。堂々としてたらいいのに。そんなもんかな。そんなもんだって、悩み事だってその人唯一のものなんてそうそうないよ。必ず分かってくれる人がいる。ねえマリ、あんた何歳？え？なんか夜勤達観してるよね。ひょっとしてマリ40歳くらい？美魔女？はあ、そんなことより何か悩み事があったんじゃないの？若さを保つ秘訣とは？帰ります。ごめんごめんって、ねえ帰んないで、話聞いて、帰んないで。ねえマリ、こううまく言えないんだけど、好きって気持ちは持続しないのかな。ん？だから好き、あの恋愛感情じゃなくてね、友達として人としての好き。前まではね、その人の言ってること全部あーって、でもなんか最近はなんだろう、ちょっと鼻につく。え？え、何？あ、いや、だって最初すごいたどたどしかったのに、そんないきなり最後強烈なディスりきたから。嘘、そんなつもりじゃなかったんだけど、なんか変なこと言っちゃった？うん、その最近覚えた言葉果敢に使っていくその姿勢は素晴らしいと思うよ。それで、あ、うん、なんかね、私はそんなに嫌いじゃない人のことを、その子はあまり好きじゃないみたいで、仲良くしてほしくないらしくて。でも私はどっちも好きだから、どっちとも仲良くしたくて。けど仲良くすると仲良くしてもらえなくなるかもしれなくて。なのにその子がその子を嫌いっていう理由も聞いてるうちに、あーってなっちゃって。それでうん、多分ね、好きって気持ちはずっとあり続けることは難しいんだよ。うん、地球って自転と公転があるの知ってる？また来週お会いしましょう。